はい、皆さん、こんにちは、こうへいでございます。今回はですね、動画のタイトルにね、書いてあります通りですね、こちらね、ちょっと郵便物がですね、先日、届きましてね、ちょっとね、全部お見せできるっていう、わけじゃないんですけれども、これね、ちょっとね、お見せできるかどうかね、わかんない部分はあるんですけども、これね、第19回定時株主総会招集後通知ということでですね、バンダイナムコさんからね、株主の、に向けてのですね、招集通知、ね、これがですね、届きましたよ、ということで、バンダイナムコホールディングスといったらですね、ラブライブシリーズはじめ、いろんなですね、有名作品、あるいはですね、多くの IP、これはコンテンツのことですね、コンテンツを束ねてるね、日本有数の企業でございますが、こちらのね、株主総会が今月、行われますよということで、6月といえばね、そもそもバンナムに限らずですけど、日本のね、東京証券取引所にね、上場している多くの企業がですね、株主総会6月に行うということでね、割と集中日とか、呼ばれたりするのが、6月の下旬なんですけど、でもなんか最近はなんか、ね、複数の株主総会に株主が行けるようになんか分散してるとかって話は聞きますけど、で、バンナムはバンナムで6月にあるよということで、今回ですね、それが行われるということでね、エンタメ企業のですね、いわゆる総会っていうのはですね、いろいろと、ネタも出たりするっていう話は、聞いたりしますし、いわゆるね、物言う株主っていう方がいっぱい、僕もね、それ言ったら僕もそのうちの一人かもしれませんが、物言う株主になる、方がやっぱり多いということでですね、バンナムの株主総会行ってこようかなと。いうふうに思いまして、今回その動画、ちょっと報告じゃないですけど、そういったですね、ちょっと動画撮ろうと思って、撮らさせていただきました。はい。そう、一応ですね、これは株主さんに向けてね、届けられる冊子なんですけれども、例年はね、なんかいろいろやってたそうなんですが、アフターコロナになってからはですね、そんなになんかね、ものすごいこう、いっぱい企画打ったりとか、そういったこともなくなったらしくてね。それでもね、2019年までとかはね、バンダイナムコの場合、声優さんが、アナウンスとかしていたらし、アナウンスっていうかね、いわゆる、定時というか定期のね、いわゆる四半期の多分売り上げとか、そういった経営的なことをですね、報告するプレゼンテーションのアナウンスでですね、キャストさんが使われてたりとか、っていうのはあったらしいですね、バンダイナムコでも。稲見杏樹さんとか斎藤朱夏さんも確かそれでボイスで起用されたっていうのは聞きましたね、どっかで。はい。それぐらいね、ちょっとユニークな、会社なんですけれども、これはお見せしてもいいかな。一応ね、書いてある資料なんで。一応ね、これもね、公表されてるね、資料にね、全部出てることなんでね、別に僕が出したところで問題ないんですけども、SNS にもいっぱい出てますけども、いわゆるね、僕が注目してるのはこの IP プロデュース事業っていうところですね。ここにすごく焦点を、置いてる感じでございます。今年というか去年ですね、去年はね、現実のヨハネもね、あったということで、このね、ラブライブシリーズっていうね、ところが載ってますけども、ラブライブシリーズなんかもね、踏まえてね、いろんな、アイマスもそうですね、アイマスもそうですけども、そこら辺をね、最近は、いろいろと推してるということで、IP プロデュース事業にも結構力を入れてるというですね、事前にですね、そういった報告はあったと。このね、冊子には一応載ってたということで、どれぐらい儲かってるかっていうね、話に関してはですね、ここを見ますと、前年度に比べたら、前年の事業年度に比べたらですね、そこまですごい儲かったというわけではないと。いうのはありますよね。はい。売上的には上がってるんですけれども、いわゆる営業利益、純利益よりもさらにいろいろ含めた、ものですけど、営業利益っていうのは。営業利益だけで見ると、下がってるというのはあります。これはね、単純にインフレっていうのもありますし、いろんなね、やっぱり、物価高とかそういった影響もあって、営業利益自体はそんなに高くなってないと。横ばいって言っていいのかな。ほぼほぼ横ばいみたいな状態になってるっていう形ですね。こういったね、ところっていうのも今後ね、どういうふうに力入れていくかっていうところをね、聞ければなというふうに思ってます。ここに書いてあるのはね、すべてね、前年度と、今年度の、いわゆる、当事業年度だから、前年度と今年度の比較ですね。っていう形になるので、まあ、今年度っていうのはあれか、前のあれなので、まあ、そことの比較で、まあ、今後どうしていくかっていうのはその株主総会でいろいろとお話もしていくことになると思いますので、まあ、そういったところもね、含めてね、いろいろと聞ければなというふうに思っております。まあ、僕が一応ね、注目してるのはこの IP プロデュース事業っていうところのみになります。はい、それ以外に関してはね、僕は特に、突っ込むところはまあないので、いいかなというところでございますが、まあ、あとね、地味に、この売上高の割合っていうのも気になりましたね。これも、気になったんですけども、まあ、やっぱりね、おもちゃとか、そういったグッズ系がすごく売り上げのね、半分を占めてると。まあ、45% ということなんでね、ほぼほぼ半分占めてるということで。はい。まあ、あとエンターテインメント、デジタルということで、まあ、このね、デジタル事業にも結構ね、近年でやっぱり力入れてるってことなんで、まあ、僕がね、一応ね、話す、まあね、気になってる IP 事業に関しては、まあ、全体の 7% ほどってことで、まあ、バンダムホールディングス全体のね、売り上げに比べたら、本当に割合少ないんですけども、まあ、とはいえどね、今後ね、伸びしろのある、コンテンツにもなりますし、そう、結構ね、こういうところでもね、IP のね、事業に関しては結構いろいろと書かれてるんですよ。ここはアイマスですよね、これ。はい、アイドルマスターに関してもですね、説明なんかもいろいろと書いてあったりとかしているぐらいですね。まあ、バンダムはどっちかっていうとアイマス推しなんでね、はい。まあ、そういったところかなという形でございます。で、一応ですね、やっぱり株主総会っていうことなのでね、まあ、一応ね、皆さんもね、どういうね、質問をしてほしいかっていうのをですね、ちょっとコメントで、ね、募集したいなとは思ってます。はい。まあ、募集っていうかね、気軽にぜひね、書いていただければなというふうに思います。まあ、いいものがあればね、ぜひ織り込んで、質疑応答の場でね、質問して、まあ、それがね、ヒットすればね、まあ、お答えいただけるかなっていう形で、まあ、なるかなと思います。で、バンダムの場合はですね、株主総会、完全非公開になりますので、まあ、後でね、僕がその動画でね、まあ、いわゆる喋ったりとか、事後報告的な感じになると思いますので、そこは、はい、ご了承いただければなと。株主総会ね、参加したらね、参加した感想も、話したいと思いますので、はい、6月下旬にぜひね、またそこを楽しみにしていただければなと思います。まあ、バンダイナムコのですね、株主総会はね、ここ今アイドルマスターシリーズのこといろいろと書いてある通りですね、プロデューサーさんが結構株主さんは多いということで、ラブライバーの方はそんなに割合としては多くないって言われているのでね、はい。まあ、プロデューサーの皆さん、まあ、というかね、これエンタメ企業の株主総会初めてなので、粗相のないようにだけ、はい、したいなと思います。はい、ということでね、まあ、先ほども言いましたが、皆さんのね、株主総会で、経営陣、社長とかですね、そういった経営陣に質問してほしい内容などあればですね、コメント欄で、待ってますのでお待ちしてます。書いてください。もしね、この動画いいなと思う人はグッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。では以上、コウヘイでございました。バイバーイ。